日だまり沖縄さんにやってきました。水素ボトルね、お家で僕使ってるんですけど、今回店舗で、水素濃度測定器があったので、そちらで濃度を測ってきました。この数字1400とか1600ってなってますけど、かける 1000ppm なんで、これ2万 ppm とか2万 3000ppm っていう形に、計算になります。あっという間に、ちっちゃいね、あの普通のボトルなんですけども、濃度が濃いんですよ。3万 ppm まであっという間に、もうすぐ、はい、到達しました。なんとこの水素ボトルが3万 ppm の水素水を生成してくれてるっていうことがこれで分かりました。濃度が高いですね。3万 3000ppm オーバー。測って3万 ppm あるっていうことが分かりました。で、今ね、ハイドロオキシスパ8っていうのを、各部屋で、個室になってるところで、鼻からね吸引できるので、そちらの方ちょっと吸引してみたいと思います。で、鼻から吸引する、これがここからシャーシャーっと出てるんですね。この先からティッシュ持ってきました。これね、ちょっと目視できるように、こっからね、こっち向きにザーッと出てるんですよ。水素から離れてます。この出てるところに持っていきますよ、ティッシュ。これだけ出てます。これで出てるっていうことが目視できると思います。で、これで鼻から吸引、こうかな。あ、気持ちいい。あ、そうか、何万 ppm 出てんのか。これでやってみましょう。じゃあちょっと数字測るのにこれ一旦外します。で、こちらですね。じゃあ当てていきたいと思います。4万 ppm いきました。すごい。さすが水素ボトルよりもでっかい機械なんで、結構威力が強いっていうことが分かりました。じゃあ鼻から吸ってリラクゼーションしたいと思います。